寝台車は、車内に寝台を備え、乗客等を寝かせたまま移動させられる自動車である。寝台自動車とも呼ばれる。広い意味では、消防署や病院が保有する救急車も含むが、一般的には、病人に輸送用に製造、または改造された自動車のことを示す。一般のタクシー業者の運行によるものが多く、リフト付きタクシーなどと同様の、差別化したサービスとして配車される。 一般的には、患者搬送者と呼ばれている。口述のように、日本においては、医療、介護用意以外では、寝台自動車が認められていないためニーズが低く、大量生産に向かないことから、寝台自動車は通常仕様のミニバンや、ステーションワゴン等を改造して製作されるのが、一般的である。受注生産の福祉車両仕様として、自動車メーカーの販売車種にラインナップされている。 寝台自動車もある。戦時中の日本軍では患者自動車が運用された。日本の交通法規では鉄道の寝台車のように移動中に使用するベッドを車内に置くことは医療用以外には認められておらず、レジャー用途などの寝台自動車は存在しない。過去には1960年に札幌市交通局で一般客向けの寝台付き観光バスが失策された例があるが、 横転事故を起こしたことがきっかけとなり規制され本格導入には至っていない。中華人民共和国では長距離移動するバス路線に寝台設備を設置したバスが運行されている。他、ベトナム、インド、アメリカ合衆国などでも運行されている。ありがとうございます。